皆さんこんにちは、ツコミゴードのツコミクッキングです。今日はね、タコスが食べたくて買ってきましたよ、これ。で、あのオールドエルパスという海外から輸入してあるあのやつなんだけど、これにあのタコス あのカリカリのやつ12個入ってて、そしてタコスパイスミックスとマイルドタコのソースも入ってます。で、それ以外必要なあの材料はですね、ひき肉、俺 373g 買ってきた。で、これ514円だった。めっちゃ高いよね、これ。なんか間違ってめっちゃいいやつ選んだかもしれないから、ひき肉は一番高かった、この中で。それでレタス、そしてトマト、そしてチーズ、あのは箱 あの後ろに書いてあるんですけど、それプラスちょっとコーン、スイートコーン、トウモロコシ入れてみたいと思います。それとあの、まあ、生玉ねぎ乗せることもできるけど、今日は玉ねぎめっちゃ細かく切ってひき肉と一緒に炒めたいと思います。ではこれは全ての材料でちょっと作ってみましょう。まあ開けてみようぜ。これはタコスが入ってます。ちょっと割れてるけど。で、ソースとあのスパイスキットあるんだけど、多分こっちの方は粉のやつは、そう、ひき肉あの炒めるときにこれをかけてひき肉が美味しくなる。じゃあこれからあのひき肉と一緒に炒めるあの玉ねぎ切ります。トマト切ります。あのトマトの切り方全然わからないから適当であのやっていいと思います。どうですかみんな、この修羅場ナイフが悪いんだよ。みんなちゃんとあの切る前にナイフ研いでくださいね。もうスムージーになってる、トマトスムージー。まあ YouTube の料理の動画は所詮こんなもんでしょうね。じゃあレタスはそんな細かく切らなくてもいいと思うけど、適当にちぎって洗えばいいと思います。洋裁の器、ちょっとだけオリーブオイル入れるよ、ここ。イエイ。これ肉が住む町で、これは玉ねぎが住む町で、で今はさ一緒に仲良く行きましょうっていうあの話になってきてるんだけど、まだだよね。でもまあみんな未来で平和に暮らせばいいなと思ってるんだから、無理やり混ぜるつもりなんですよ、はい。作り方読んでないからね、俺。あの水も入れた方がいいって書いてあったから、ちょっと水も入れますよ。粉を入れたいと思います。おいしい匂いするよ、これ。で、タコスのシェル、これなんていうかわかんないけど、これをチンするらしい。まあオーブンの方がサクサクになるんだけど。皆さん作りました。なんか本当に炒めるのは、料理するのはなんか肉と玉ねぎだけ。あとはね、野菜を切るだけ。そしてまあこれも一応温めるけど、温めすぎるとこの入り口が狭くなっちゃうよ、これ。温めすぎたから。だからこれちょっと割れるのがちょっと怖いんだけど、頑張って。でここに肉入れて、肉の上にチーズ。あ、割れそう。ソース、手でトマト、そしてレタス、
コーンは入れたかったら入れていいよ。こんな感じです。ちょっと狭くなった。普通だったらもうちょっと綺麗な形なんだけど、とりあえずこれで食べてみます。これいくらでも食べられるよ。いくらでも食べられる。じゃあ皆さん、結構簡単に作れるから、しかもこういうパックはあの普通にスーパーで売ってるから、みんなちょっと作ってみてください。友達呼んでタコス作ってみんな喜ぶと思う。これ本当に美味しい、本当に美味しい。じゃあ今日のツコミクッキングはそんな感じです。次は何を作ってほしいんでしょうか。じゃあねー。